ちは。こんにちは。今回はこちら、はい、お菓子のやつ、はい、でもこれちょっと本物と違うんだよね。そうですね、なんかいつも見るやつとは違うですね。これは偽物って言ったらここの会社に怒られるんだけど、はい、この偽物の、はい、でちなみに前つい最近気になって調べたら、はい、イカみたいね、うーん、魚のすり身とかを、はい、イカのすり身、これは魚って書いてある、あ、フィニックすり身って書いてありますね。俺が見たのね、イカのすり身だったんだ。へえ。でも魚介加工品ってこっちにも書いてあるから、はい、これ魚なんですね。魚のすり身をカツみたいに揚げてる。でこれを使ってカツ丼を作ります。カツ丼、なんか昔ね、はい、食堂かね、どっかのね、また言い方悪いけどしょうもないしょうもない食堂があったっけ、はい、知ってるやっちゃ、高校の食堂だったかもしれないけどね、こんくらいの薄さのカツ丼が出ててね、俺めちゃ好きだったの、それが薄いカツ丼が好きだったから、こんなやつだったのかなと思って、これでやろうと思いに至りました。それでは普通に作っていきます、はい、思い出の味かもしれない、思い出の味かもしれない、薄かったんだよでも俺それがね、はい、最初は薄いと思ってたけどね、はい、なんか食ってるうちにハマってきて、ね、美味しいなって思うようになったのでやっていきたいと思います。はい、じゃあ俺これ開けおきますね立派な、それもあれだもんね、料理だもんね、料理です。お菓子の袋を開けるという料理を今から畑くんがやっていきます。あ、でも美味しそうな匂いしますよ、これ本当。とんかつソース味ですからね。本当はカツ丼作るなら今から肉に衣つけて揚げてとかしますよ。もうこれで完成でございます。カツが出てるからねカツはもう準備されたからね。どんくらいいるんだろう、これ。結構あっても良さそうですよね、玉ねぎね、はい、トロトロになるように薄く切ろう、はい、いや、こんくらいでいいですか。じゃあ、炒めます。はい、カツも食べやすいサイズに切っていて、あ、OK ですカツじゃない筋肉痛がやべえ。いや、沸かさないでいいよどう切ったらいいんだろうね。そうですね、普通にとんかつみたいに溶かして、多分俺普通のカツやったらもうあれですもんね。だってこうしてバレがない。はい、任せたいや俺ね、うまいと思うよ。チラシカツでいいや。あ、でも普通に、うん、普通の見た目ではこんな感じですよね。そうね超ミニカツ丼作れるじゃん、それだったらミニチュアカツ丼ですね、これね。これバージョンとチラスタイプもね、チラシカツ丼、はい、こういう細かいやつとか作ってですねいっぱい入れようよ、はい。これがうまかったよ、これ。そう、串カツ。串カツ。もう串カツって言っちゃったんですね。串カツよ、それは。玉ねぎトロトロにします。玉ねぎ多い方が美味しいもんね。ごめん、もう一つ薄切りお願いします。やばい、飴色になってきた。あれ？くれ。飴色になってきた。よいしょ、はい、はい、サンキュー。みりん入れます。はい適当に入れます。水を適当に入れます。はい、白だし入れます。はい、 あと卵割ってきます。ありがとうございます。醤油入れます。はい、醤油入れます。目分量ですね、これ。砂糖入れます。砂糖大好きです。一般のご家庭は砂糖入れなくていいです僕は砂糖大好きだから入れます。でもこの間沖縄でハイサイさんに、うん、魚の煮付けを砂糖大量で食べさせたら、うん、うまいって言って、だってフジヤングレッシーもうまいって言ってくれたしですもんね。なんだこの野郎味の素いっぱい入れたアラカブの味噌汁出したら、はい、アラカブの出汁が効いてるよ出汁いっぱい入れたけどなカツオ出汁は出すね、うん、うまい。
持ってきたんだ、はい、いやもう準備完了です、ね、確かにそれ切るだけでいいかな揚げなくてもいいし、うん、もう油も使えます油も使わないですからねちょうどよし良きですね良き良きって何よいしょあさあそれでは、はい、あご飯もごめんついてくれはいここから、はい、これに適量を移すとこむずいな適量なんかあの親子丼とか作るあのちっちゃいやつ欲しいですね欲しいねつゆだくで俺はいでここにこれを火にかけてでここでどうしたらいいんだろうこれねめっちゃうまいと思うよこれしっかりとんかつソースの味もついてますからねね下味もついてるしいろんなサイズのカツをこうやって入れますさあいっぱい入れましょう、そこに卵をこうやってもらった卵をトロ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 卵とじこれはちょっと卵がグツグツグツってなるぐらいまで半熟ぐらいが美味しいですね見極めが大事ですもうちょい俺こんくらいが好きだけどなちょっと半熟ぐらい半熟じゃない俺こんくらいはい見極めでよーしよーしうまそううまそう普通にうまそう梅雨はどうしますか、畑さん梅雨もうダクでダクでいいですかダクでさっきの俺のぐらいでいいですかはい梅雨はもうダクがうまいからねというか自分ではい、やります自分の好みでありがとうございますで、これでグツグツにして卵をしてカツはもうふんだんに使います普通だったら1枚しか使えんけどねそうだよ合成ですよ、合成さあ、一味唐辛子を俺をかけて完成マーボで戻しますはい卵多め多めそれ俺もっと入れたよマジっすか卵多めあ、見極め外側にやりすぎたこの辺卵かかってないめちゃうまそうじゃん、はい、こんぐらいおーいいね俺よりちょっと固めぐらいね、はい、でもそれが一番ぽいお店でお店で見るのはそんくらいだねいやいやいやはい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 見てめっちゃうまそうじゃねめっちゃうまそうやめっちゃうまそうですよこれじゃあ食べていきましょう、はい、完成しました、はい、これ絶対うまいでしょめっちゃうまそうだよね、はい、ちょっとなんかあの汁吸ってちょっとふにゃふにゃになってますもんねちょっと食べてみよう、はい、いただきます普通にカツ丼っぽいあっくうんうんうまいあーうまいこれね、うん、大人は食べちゃいか味覚が子供の人だけ食べてほしいうまいですねうん普通にうまいうんうんうんしなってなっていい感じ逆にいい感じなのねでも大人は真似しないでください、うん俺はじゃあ俺味覚子供でこれ子供しか食っちゃいかうまいうん、うん、ご飯が熱いからちょっとガツガツいけないですけどこのほんと死に合ってなったやつが、うん、うまいねはい子供とのはいかんな駄菓子でこんなレベルで作れるならですね、うん、でもこうやって食べると、うん、駄菓子ではどんだけ濃い味かが分かるねそうですねめっちゃ濃い衣の味が甘い衣が一番甘いもんなんやこれ普通に梅雨の味より濃いですね甘いうんうまいでも大成功じゃないでしょうかうということで、はい、駄菓子カツ丼でした、うん、ありがとうございました美味しいご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい。はい。